皆さんこんにちは、大瀬です。3月の16日水曜日に行われました琉球ゴールデンキングス対シーホース三河戦、結果としましては一進一退の攻防シーソーゲームを制し、見事琉球ゴールデンキングスが勝利いたしました。本当にどっちに勝利が転ぶかわからない試合だったんですけども、琉球ゴールデンキングスが逃げ切って、勝利を勝ち取ったという形になります。特にこの試合では、最後の2分が濃密だったのかなと思います。最後の2分間で琉球ゴールデンキングスが踏ん張りを見せた結果、着実に三河と差をつけて、勝利につながったのかなとも思いました。またこのゲームの感想を述べていきたいと思います。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。今回約1ヶ月半ぶりにホームに戻ってきまして、琉球対三河の試合が行われました。この試合でやっぱり面白かったところが、ジャック・クーリー選手とドゥエン・エヴァン選手に対してのシーホース三河が講じた対策が目立ってた試合だったと思います。一番の要素はこのダバンテ・ガードナー選手がボール運びをするところ。ダバンテ・ガードナー選手がボール運びをすることにより、ダバンテ・ガードナー選手の得点は落ち込むんですけども、これの一番の目的がジャック・クーリー選手をインサイドエリアから外に出すこと。どうしてもダバンテガードナー選手に、マークを外してたらダバンテガードナー選手スリーポイント打てる選手なので、そこからスリーをバスバス入れられますし、このジャッククーリー選手が外に出てしまうということはリバウンドに参加しにくくなってしまうというところです。この第1クォーターからこの点の取り合いになっていたんですけども、点の取り合いでシェーファー選手がオフェンスリバウンドを目立って取っていたんですけども、やっぱそのわけがジャッククーリー選手が外に出てどうしてもリバウンド参加に遅れてしまう。遅れた分だけシェーファー選手が飛び込んでオフェンスリバウンドを取ってたんで、三河がオフェンスを失敗してもセカンドチャンスが生まれて、そこから得点につながって琉球ゴールデンキングスがなかなか差をつけれない、展開だったのかなと思いました。そしてドゥエン・エヴァン選手に対しても、ダブルチーム積極的に行ってハードディフェンスをすることにより、ドゥエン・エヴァン選手の今回得点が一桁台に終わってしまったので、これもシーホース三河の琉球ゴールデンキングスに勝つための対策の一つだったと思います。そして新加入のアンソニー・ローレン選手が点を入れるんですけども、それに対してコー・フリッピン選手のディフェンスも素晴らしいですし、さすがにフィジカル面ではちょっと相手が勝ってしまうので、コー・フリッピン選手が最初ハードについてドリブルで踏み込んだ瞬間にすぐさまダブルチームに向かう、これを琉球も徹底して行ってたので、アンソニー・ローレンス選手からの得点もそうですし、アシストの数が今回1本だけでしたので、そこのアシストで点を入れるという展開を琉球として抑えれたのは成功だったのかなと思いました。ここでキーポイント、このプレーが良かったっていうのは、小寺選手のルーズボールに対しての飛び込みと小野寺選手の集中力。まずは小寺選手がセンターながらもルーズボールに果敢に飛び込んで、あわよくば琉球ボールにして琉球のポジションになるという場面、本当に惜しかったんですけども、小寺選手が飛び込んでボールを弾いて、そして自分の体で相手がボールに近づけないようにしてドゥエン・エヴァン選手が拾うという流れだったんですけども、ちょっとボールのどうしても離すタイミングが遅れてしまったので、そのまま三河ボールのポジションになったんですけども、やっぱ小寺選手のあの飛び込みが琉球ゴールデンキングスの泥臭さ、勝利への執念っていうのは象徴していますし、そして小野寺選手が途中出場してからの集中力、これが素晴らしいと思いました。やっぱ途中出場する選手どうしても集中力の差が生まれがちなんですけども、この小野寺選手はそれを見せないプレーぶりを発揮しまして、すぐさまスリーポイントを2本連続で成功させて、特に最後1クォーターのブザービーターでスリーポイントを成功させて、三河に差をつけたというのが、この1クォーター理想的な終わり方を小野寺選手が締めてくれたと思います。続く第2クォーターでは、岸本選手のスリーポイントを決めてくれて、やっぱここぞという時にスリーポイントを入れる岸本選手で、クーリー選手がインサイドでオフェンスリバウンドを取ってのバスケットカウントも、やっぱ琉球の本来の力発揮していましたし、本来の戦い方で言ったらやっぱクーリー選手がインサイドを頑張ってくれて、リバウンド取ってのセカンドチャンスでもあるんですけども、そこもシーホース三河が徹底的に止めようというスタイルも見れましたし、それもあって琉球が点を入れてもやっぱシーホース三河もやり返す形で、ゲーム展開していたので、2クォーターではさらにシーホース三河のオフェンスの点数を落として差をつけることに成功しました。しかし3クォーターで存在感を示していたのが、ダバンテ・ガードナー選手。ダバンテ・ガードナー選手がスピンムーブからの得点もそうですし、やっぱりダバンテガードナー選手がトップにいるので、得点よかアシストの方がね、この試合では目立っていまして、あれができるのはやっぱダバンテガードナー選手がボールハンドリング力とパスセンスがあるからこそ、なせるスタイルでありまして、この対抗も、シーホース三河しかできない、クーリー選手対策なので、そこは琉球意表をつかれて、ダバンテガードナー選手のアシストからの、得点につながって、第3クォーターが拮抗した状態、そして第4クォーター、この後半でもやっぱり追いつかれて、
琉球が追い越したのはシーソーゲームの展開が繰り広げられて、まあ、ドキドキする展開だったんですけども、おそらく流れが琉球に傾いた瞬間が今村選手の懸命なディフェンスによりアンスポーツマンライクファウルをもぎ取れたことかなと思います。今村選手もファウルになったんですけども、まあ、その激しいあたりで今村選手は一時負傷退場して、岸本選手がフリースロー2本きっちり締めての琉球ポジションになったところ、このアンソニー・ローレンスに対しての対策をやっぱ徹底的に行って、やっぱ体格差があるコー・フリッピン選手だったり今村選手がついていたんですけども、まあ、懸命に食らいついて、そしてペネトレイトしようとしてたところにやっぱダブルチームを積極的に行く。でダブルチーム行った時にこの残った3人の選手たちが4人の選手をカバーで見れるようにポジション取りも行っていたので、やっぱこの琉球のダブルチームの対策がこのシーホース三河の得点なかなか繋がらない、プラスやっぱスリーポイントを今回シーホース三河が外していたところが良かったのかなと思います。インサイドのポイントもミドルショットでの差が出て、そしてスリーポイントで少し差が出ていましたので、今回琉球ゴールデンキングスが、まあ、最後逃げ切って残りの2分間のところが、まあ、相手がファウルゲームに持ち込んだんですけども、琉球がフリースローきっちり決めて、最後ダーラム選手の強烈なハエ叩きブロックショットが決まって、小寺選手のスリーポイントのフェイクなお茶目な面を見せてのゲームメイクで終えて見事勝利につながったと思います。琉球ゴールデンキングスが今回ターンオーバー19回もしていまして、まあ、ナメノス選手がラインを踏んでしまっての相手ボールになった時の、まあ、ナメノス選手の、まあ、ユニークな抗議もそうですし、あとはオフェンスの連携がうまくつながらなくてバットパスになったりもあったんですけども、それを跳ねのける、まあ、琉球ゴールデンキングスの懸命なディフェンスとファストブレイクからの得点で、琉球ゴールデンキングスが、まあ、要所要所ここぞという時に点数を入れたので、今回シーホース三河に勝利し、そして今シーズンで初めてシーホース三河に、まあ、勝ち越すことができたのかなと思います。やっぱこのシーホース三河に勝ち越せたこと、やっぱ他のチームと戦ってまだ4敗しかしてないっていうのは、やっぱり琉球ゴールデンキングスが強いという当たり前の象徴であって、勝ち越せなかったチームに勝ち越せるというのは、やっぱ琉球ゴールデンキングスが今シーズン B リーグのチャンピオンシップ勝ち抜く、やっぱり存在感を示してるなと思いました。次回が3月の19日と20日に行われます琉球対大阪の伝統の一戦となります。前回の試合では相手の得点源を防いで見事琉球ゴールデンキングスが大差をつけて勝利したんですけども、今回の試合では果たして大阪がどのような対策を練って琉球ゴールデンキングスに挑むか楽しみなところであります。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。以上です。